はい、皆さんこんにちは。チャオツ MTG チャンネルです。このチャンネルでは MTG スタンダードを戦っていく動画を発信しております。MTG やってるよという方はぜひチャンネル登録、グッドボタンいただけたら非常に嬉しいです。はい、今回使うデッキはデルフィニードレインですね。はい。デルニーってまさか。はい、出ましたね。カルロフ帝のカードがね。もう早速カルロフ帝のカードを使っていこうじゃねえかというところで、もう早速配信をしています。はい。でですね、まあ、やっぱ注目されてるのはこのデルニーですね。まあ、2000円から3000円、4000円ぐらいで売ってんのかな？うん。で、結構その神話レアの中でも結構注目されてますよね。で、サンマナ22で、人間スカウト。で、2つ効果がありますね。うん。1つ目。自分のね、コントロールしてるパワーが2以下のクリーチャーね。うん、すべてね。で、3以上のクリーチャーにはブロックされないパワーがね。うん。だから非常にね、ウィニー系のクリーチャーでもその通せるぞっていう感じがありますね。で、もう一つが、あなたがコントロールしてパワー2以下のクリーチャーの能力、誘発するならもう一回追加っていう。これがね、まあ非常に強いですよね。二つ目はね、レガシーとかそういう、なんだろうな、古いフォーマットとかでも、幅が広いフォーマットでも、めちゃくちゃすごいコンボができるんじゃないかっていったところが、まあ評価されるポイントなのかなと思います。うん。で、じゃあ早速ね、このデルにちょっと注目されてるんで使っていこうっていう感じですね。僕が何を知っているかが問題じゃない。君にそれを教えるだけの価値があるかが問題だ。うん、僕って言ってるから、男の人なんですかね。デルニーヤンって呼んでるんですけどね。で、ここのデルニーの中心でデッキを組むにあたり、まあ、ポイント3つあります。で、1つ目が、まあ、パワー2以下で構成するぞっていうところですね。で、パワー2以下で全部構成しています。で、ですね、そのパワー2以下であることの恩恵がある、呪文2つ採用します。関係者の集合、こいつですね。ライブラリー1枚、一番上1枚見ていい。で、毎ターン1回、パワー2以下のクリーチャー唱えていいっていう感じですね。なんで、2以下のクリーチャーで組むと、バシバシライブラリーの一番上から出すことできます。うん。で、これでどんどんクリーチャー展開できるという感じですね。これもカルロフ帝からです。非常に相性がいいです。うん。あともう一つ、エルドレインの森から、侵入者の放逐。これ、パワーね、0から10まで選んで、それ以上の数字のパワーのクリーチャーすべて破壊。うん。で、自分がね、2以下で組んでるんで、それ以上のクリーチャーを破壊することができて、アドバンテージができます。取れます。うん。はい。で、2つ目。まあ、パワー、デルニーの後の方ですね。誘発効果。うん。で、誘発、まあ、パワー2以下の誘発のやつで全部組もうじゃないかっていう、アドバンテージ取れるやつをめちゃくちゃ採用してます。噛みつく相棒、これも2回ドローできます。で、あとこれめちゃくちゃコウモリ強いっすね。で、これで2枚相手の手札、反動を封殺できますから。うん。で、カイドの修理屋。これもパワー2ですよね。はい。で、粗暴な聖戦士。これね、2枚追放できます。で、一回夜挟んで、また表になったらまた2枚追放できるんで、非常に強いです。はい。うん。という感じですね。まあ、あと、ここら辺の、まあ、接しのクリーチャーとかも、まあ、採用していたりします。はい。で、最後、3つ目のポイントは、これ、ドレインですね。はい。まあ、こいつです。もう、眠らずの定石、これ非常に強い。うん。これ、フィニッシャーで、これ使います。はい。で、1-4なんですよ。で、パワー、タフネス4なんで、まあ、めちゃくちゃ、侵入者の放逐でね、パワーで低い方を、フォーカスするんで、こいつ4だと、例えば3以上破壊すると、2だけしか残らない。1と2のパワーが残りますよね、相手に。で、こいつ1-4なんで、うん、コンバットした時に、殺される、可能性は低いですよね。うん。で、パワーは1なんですよ。なんで、2回誘発するんです。で、これ攻撃するたび、防御側のプレイヤー2点ライフ失い、2点ライフ減るっていう。これ2回発生するんで、4点ライフ失わせて、4点ライフ回復しますよね。これ、相手マイナス4、こっちプラス4なんで、サシシティ8点のアドバンテージ取れるんですよ。これが非常に強くてですね。で、侵入者の放逐。で、盤面、強いクリーチャーないし、タフネス4だし、で、これで、どんどんドレインをしていこうじゃないかっていう、まあそういったデッキでございます。はい。で、ブラウンは採用してないんですけど、こっち、コウノマレエラスを採用してます。これ直接ドレインじゃないんですけど、クリーチャー出るたび1点のライフ得ると。うん。自分の。はい。あ、自分のじゃないか、コントロール下でね。はい。で、クリーチャー、1体死亡するたび対戦相手1点ライフ失うっていう感じなんで、まあ、噛みつく相棒とかミレックスとか、まあ、カイロの修理屋とか、ここら辺をですね、どんどん落として、まあ、エラスでですね、どんどん削ろうっていう、まあ、そういったデッキでございます。うん、対してそんなにパワー強くないよねっていうクリーチャーなんだけど、眠らずの城塞とかでフィニッシュできます。うん、はい。で、じゃあ早速やっていこうと思います。よろしくお願いします。土地が3枚はデルニーがダブってますね。伝説のクリーチャーはちょっとダブるみたい。うん。粗暴な聖戦士、大洞窟のコウモリですね。うん。これめちゃくちゃ強いですね。そう、コウモリが、やっぱり、ただでさえコウモリが強いんですけど、デルニーがいると、その2回誘発するっていうのが、そのパワー2以下のね、誘発が2回起こると。うん、それが非常に強い。ただデルニーが3マナなんでコウモリ後から出したいっちゃ出したいっすよね。うん、先に噛みつく相棒でもいいのかなとは思いますね。でもここはちょっと悩ましいポイントですね。相手がアゾリウスカラーですね。ちょっとアグロ気味かどうか、カウンターが入ってたら嫌ですね。先にコウモリでチラ見しましょうか。国別と放浪人、結構厄介なハンドですね。うん、ちょっとね、国別で全部焼かれても嫌だし、うん、放浪でスパッてやられても嫌ですね。うん、悩ましいところではある。うんまあ、ただ、ちょっとね、放浪からやりますか。まだ6マナまで、ちょっとまだ猶予があるし、うん、まあね、陣はね、ちょっと、どうだろうな、粗暴な聖戦士で、ちょっと追放とか、まあ、できたりするだろうかなっていう部分もあるので、まあちょっと放浪でいきましょう。うん。コウモリ。ああ、はいはいはい。ブロックもできない。うん。なるほど。まあ脳なしになっちゃいましたね。コウモリが。さあ。うん。で、どうしようかな。コイロスの洞窟で、はい。デルニーですね。さあ、これデルニーで、コウモリ、コウモリまたありますね。これで、ちょっと待ってくださいね。高波エンジンは聖戦士でいけますでしょ。じゃあ、コウモリで、ジンと、あれだな、相手の反動を完封しますか。よし。反動を完封しよう。うん、完全に、国別は、もうダブルでいきます。はい。で、ジンが出てきても、粗暴な聖戦士で、ジンと高波エンジンダブルで、通用しますんで、いや、これはもう、あれですね。完全に完封しますね。相手の反動次第ではある。うん。まあ、パンプアップの前に、執念の特目かと思ったけど、まあ、5-4になっちゃったな。はい。OK、OK。ちょっとまだね、ジンが出てこないんで嫌だな。ブロックされないっていうのもちょっと嫌ですし、先に聖戦士やっとくか。うん、ブロックできないまま5でね、殴られるのもちょっと痛い。うん、誘発2回起こすんだけど、まあ1体しかいないからね。まあちょっともったいないところはあるけど。うん。OK、OK。まあ、ね、ジンが、まあ、出たときに、こっち、まあ、例えばその、なんだろうな、まあ、1回ぐらいは、その飛行で、まあ、コウモリでブロックして、まあ、フォローを出してもいいか、いや、わかんないな、どうしよう、悩ましいポイントではある。粗暴な聖戦士で、まあ、1回裏にした後に、また表になって、ダブルで追放っていうのもある。てか、まだ、ああ、島出てきたね。島出てきた。じゃあ、ジンも出てくるな、次。回復したいんだろうな。回復っていうか手札か。まあ相手飛行だから、まあ、ちょっと攻撃しないで、まあ、見守りタイムかな。うん。歓迎する吸血鬼は執念の特目で落とすでしょ。陣はちょっと厄介だけど、相手のまあ墓地がまだ全然伸びてないっていう部分もあるんで、まあ、まだ怖くはないな。修練の特目で吸血鬼やるか、まあ神使い棒で引くか、ちょっと土地を引こう。で、土地引いたらラッキー。2枚ドローだから、よし、土地引いた。で、粗暴の先生ももう1枚引いた。うん、特目で吸血鬼か。でもな、粗暴な聖戦士で2体いけちゃうっちゃいけちゃうんで、先にこう、リチャでも出しとくか。よし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 、で発見、相手はドローしてきて手ハンドが3枚になってきた。ちょっとここでね、国別とか引かれるとやばいなっていう感じはあるんだけど、うん、あ、グッドゲームもらいましたね、これ。投了か？よし、勝ちました。ありがとうございます。制圧。はい、よろしくお願いします。ハンド、土地2枚、関係者の集合、出るにダブってる。来ましたね。関係者の集合来ましたね、これ。いやー、まあこれね、関係者の集合は、そのデルニーと非常に相性がいいです。パワー2以下の、クリーチャー、まあ、ライブラリーの上からですね、出せますね。出せるんで、まあ、パワー2のクリーチャー、これっす、これこれ。ライブラリー一番上、いつでも見ていってます。いつでもめくれてる。ちなみにこれ、見てよくて、まあ、出していいんですけど、まあ、手札で出すよりも、相手緑ですね、踊り数か。これね、手札からね、クリーチャー出すより、山札から、ライブラリーから、22のを出した方が、まあ、すごい、周りがいいんですよね。要は、なんだろうな、手札だと減っちゃって、で、ライブラリーだと、ドローするじゃないですか、これ。うん。なんで、まあ、あれですよね、まあ、言わずもがな、ライブラリーから、バシバシ、もちろんね、最適な選択肢をすることが重要なんですけど、汚染者か。うん。だけど、クリーチャーがね、ライブラリーにいたときは、例えば、神使い棒がハンドとライブラリーにいた場合は、ライブラリーから出した方が、周りがいいですよね。うん。はい、ダブルドローです。これもだから、交互に出すより、回収屋を、いや、出した方が周りはいいんですけど、コウモリで。そう、出るにね、早速ダブルで封殺しますよ。さあ、これね、あれですね、プライチアグロスね。喧嘩屋とか、クレタオ戦車とかの増殖で、プラス11伸ばす。で、オドリスで、プラス11も伸ばす。うん。さあ、これ悩ましいな。これタイバーの抵抗でいいか。要はパンプアップで、強くなるっちゃなるけど、結局のどくび狙いで、やれますね。うん。でも、タイバーの抵抗やられちゃうと、のどくび狙い溜まっちゃうんで、先にそういう、なんか、呪言とか破壊不能系のやつは封殺しておこうと。うん。で、まあ、あとは、のどくび狙い一つっていうところから、まあ、クリーチャー二つのうち一つしか、破壊できないっていう部分があるので、まあ、ハンドから相手のクリーチャーを、追放すると。うん。のどくび狙いは、あれですね、フクレタオ戦車だね。トランプルで、ちょっとブロックしても意味ないかなって思うな。うん、しなくていいか。88一回通すか。で、まあ、相手のハンド、てか、こっちもさ、呪言と破壊不能なんだ。どうしようね。先に、だからあれ、やっとくか。接し出して、これ負けかとりあえず、ライフ回復しとくか。ライフ回復して、しまっただよ、本当に。侵入者の放逐でもよかった。破壊不能だと、でも、放逐どうなんだろうな。破壊符の、相手、呪言、破壊符の呪言があるから、まあ、悩ましいポイント。でもまあ、コウモリじゃないな、デルニーでそのダブルで回復したっていうのは、まあ、ちょっと、選択肢としては、まあ、いい選択肢だったのかなとはちょっと思いたい。でここで、ちょっと一回使いときますか。多分使うよね、ガイア。ここで、そうだよね、守りたいよね。守って12になる。あ、ってか、プラス1日カウンターか、これ。あー、やべ。これはちょっとね、まずいね。で、残り17点で、じゃあ16点。止まる18、これはやばい。これはマストでブロックだね。これはやばいぞ、これは。これ死ぬぞ、俺。いやー、ちょっとね、やばい。これは、でも侵入者の放逐マストでやらないとやばいですね。あ、眠らずの城塞引いたわ。これで、多分攻めれますね。とりあえず侵入者の放逐で、3だな。3。これで、まあ、膨れた汚染者やりますね。はい。で、まあ、出るにもやっちゃうか。速攻やるな。ありがとうございます。はい。これ、クリーチャー出るか？そう。トランプルは非常に厄介。はい、来ました。これ、眠らずの城塞来ました。これ。はい。ダブルドレインですね。ダブルドレイン。これです。これを見せたかったんですよ。こうの割れ物をエラスとか、で、ドレインしてもよかった。まあ、そういう、ね、テーマもあるんですけど、これ、眠らずの城塞が、これ、非常に強い、これ。土地で、自分のターンは土地になるから、あんまりソーサリーとか効かない。インスタントじゃなくて破壊できないし、14っていうタフネスも強いし、攻撃するだけで、ね、デルニーで2回、マイナス4、マイナス2が2回で、計4回、計4ですね。計4のそのドレインが発生するところも非常に強いですね。さあ、まあ、どうだろうな。でも、あ、トランプル持ってるのか。トランプル持ってて、悩ましい。これな。悩ましい。まあでも、てかあれですね。デルニーでブロックできないんだな。はい。これ残り2ですね、これ。これな、テイサ出してなければですよ。テイサ出してなければ、眠らずの城塞のアタックで、ドレインできてましたね。これ、プレイングミスですね、これ。やっちゃった。眠らずの城塞でドレインして、そのコウモリとデルニーが5-5で止まらないんで、これ勝ってたんですけど、これプレイングミスですね。完全にやっちゃいました。やべえ。今ちょっと新環境になって、ちょっと焦ってますね。焦ってたからちょっと、これ、やばいぞ。あ、そっか。ちょっと待ってよ。これでまた、なるべくね、タフネスというか、とりあえずこっちのドローもやっとくか。はい。はい。で、タフネス3でいっか。3だけ残りますね、これ。相手フルタップなんで。よし、グッドゲームか。はい。これで、眠らずの城塞を、コンバットして勝ちますか。はい。これで、ドレインが2回誘発。はい、勝った。よし、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。3マナアルナ。眠らず城塞砕かれた世紀、霊岩城。エラスコウモリ。執念の特目、ダブリ。まあでも、まあ助教として使えるからまあ優秀だよね。執念の特目は。まあ、コウモリではとりあえず相手の、まあグルールカラーだからな。とりあえず相手の、どうしよう。タップ状態で出ちゃうよ、砕かれた聖域だと。霊岩城もったいねえけど、先出すかこれで2ターン目でちょっとこう、どうしよう。エラス先にしよう。うん、要は、コウモリを今やると、まあ、なんだろうな、その相手の1枚引いた時の1枚分ですよね。今引いた分を見れなくなる。うん、でも出るのは2マナ圏までっていうところだよね。で、やっぱり見たい、除去したいのは3マナ、4マナ圏ぐらいだから、強いのってね、まあ、千年暦が、まあ、どうなるかはわからん。うん、千年暦がどうなるかはわからない。うん、後々聞いてくる可能性もあるし、うん、ここら辺のまあニッサとか、まあでも5マナだよね。相手土地1枚だから3マナか。ちょっとね、土地を伸ばすのやめさせましょうか。うん。ちょっとでもな、コウモリが除去でやられちゃうはないか、すごい心配。うん。あ、てかあれか。沼が必要だ、これ。うん。相手、沼引かないね。黒がないね。とりあえずどうだろう。ミネックス出して、エラスで回復させるか。うん。沼がないよな。うん、まあ、相手の、まあ、エンド時にミネックスでいくか。クリーチャーが出てくるんだったら、まあ、強いクリーチャーだったらのどくび。で、まあ、特に何もなければ、まあ、あれだな。エンド時にミネックスが。はい。4マナ圏。うん、ややが出てきましたね。これ4つあるんだよ、中精度、能力が。これがね、ちょっと忘れちゃうんですよね。うちかかん。果敢文句が出てくるんやな。ミネックス、やっときますか。はい。で、エラスで回復。はい。うん、いちいちちょっともったいないな、これ。うん、もういちいちのどくびとか執念の特目を使うのはちょっともったいない気がするんだけど、やっとく？でも55なんだよね、これ。これ意味あるかな、これ。これ意味ある？これ。残しておいて、でもさ、エターリとか、なんだろうな、ニッサさんとかしかないから、ちょっと先に使って、まあ、ブロッククリーチャーで使ってもいいのかなっていうところで、ちょっとまあ使ってみたんですが、ちょっともったいない気もしないでもない。マイナス11効果使ってきましたね。まあ、そんなに重要じゃないと。ニッサか。はい。じゃあニッサ5マナで出してくるか、これ。もったいないしね。ニッサか。ニッサですね。で、プラス11で出てくるか。これなぁ。のどくびやっとくか、一応。いやー、どうだろう。悩ましいな。また出てくるもんな。いやー、ちょっと悩ましい。どうしよう。でもなー。エンド時に釣りでも、ミッサな。4だよな。釣り、アタックで4点。いやー、これ悩ましいな。これ、のどくび使うべきなのか？やめときますか。いや、これ悩ましいだ。残り相手11点だから、まあ、クリーチャーでもいいんだけど、ちょっとどうしよう。てかやべ、のどくび使うのもまず考えなかったな。コンバット前に。うん。これちょっと、これで、ちょっとブロックさせてみようか。ブロックする？うん、ブロックする。で、執念の特目で削るか。のどくび狙いは、ちょっとエターリとか、ちょっとでかいクリーチャー出てきたら使いたいけど。でも、ニッサ2号機もいるからな。あれ？てか、これ意味あった？ちょっと待てよ。これ意味ないか。これ意味ないわ。ちょっと待って。あれ？これプレイングミスか？これもしかして、これ多分普通にのどくびでね、やった後に、ニッサで、ミスター前半型で良かったかもしれない。やべえ、ちょっとプレイにこれさっきと同じ状況だ。やばい。これミスった。これ執念の特目だけ、これ無駄にしちゃった。いやー、これはちょっとごめんなさい。プレイングミスですね。これはちょっと悩ましいな。まあ、結果オーライということで。うん。日産2号機もいるからな、これ。こう、やばい。やばい、やっちゃった。これ、てか、なるな。やばい。さっきのどくびで日産をやらなかったことによって、まあ、非常にこっちやばい。盤面、すごい不利な状態になってしまった。やべえ、これはちょっとまあ配信面白かったら配信するけど、ちょっとこれなぁ、いや、ちょっとプレミアムミスはこれダサいですね。いやー、これ配信できるか、この動画。よし。まあ、とりあえず戦って、まあ、実況はしますよ。はい。で、まあ、どうだろうな。うん。さあ、千年暦があると。ちょっと千年暦もちょっとなかなか怖くなってきたな。40なんで、80、160、320、640、うん、だね。うん、80、160、320、600、だから5ターンぐらいだね。さあ、これ5ターンで決めれる？これ負けか。勝てないか、さすがに。うん、日差とか、結構だから、その、なんだろうな、まあ、ハンデスとか、まあ、ドレインとかで、まあ、ちょこちょこ削れるデッキだなっていうふうに思ってて、で、デルニーとかも、まあ、あると、その、要は、強いクリーチャーにブロックされないから、まあこういう44が並んでても、まあすごい通るかなっていうふうに思ってたんですけど、いやー、出るに引かないね。出るにのデッキなのに。いやー、ちょっとな、ミッサもいるし、まあ、非常に悩ましいポイントですね。まあ相手のそのマナ次第で、まあ、千年暦は、まあ進む、進まないあるとは思うんだけど、いや、非常に悩ましいポイントです。はい。千年暦な。はい、89。うん。さあ、相手の、まあ、沼が出てきたね。これ、助教が使えるね。これ。で、でも、エターリか。エターリ先来た。これ、やばいな。うん。これ、エターリ、あ、てか、粗暴の戦士来たか。やべえな。これは、だから、そう、どうしようかな。エターリは、のどくび狙いでやってもいいし、まあでもさ、相手の盤面もちょっと強いから、まあ、侵入者の放逐で4477あたりやりたいよね。うん、まあ、やばいよね。これはやばい、非常に。いやー、これ非常にやばいです。これ負けか？よし、もうどうしよう。一旦ね、トランプルじゃないんで、まあ一旦テイサの効果で、まあ出すか、スピリット。で、これ1体ブロックで、テイサもブロックしちゃう？いや、これ悩ましいぞ。これ、侵入者の放逐で、これ3以上にして、テイサ残すっていう手もある。これ要は手がかりトークンと、まあ、接しで強いっていう部分もあって、相手の粗暴な生成師も止まるよね。うん。うん。デルニー引いたよ。デルニー、ちょっと遅いよ。これな、デルニーが早ければもうちょっと早く。侵入者の落ち2で、いや、3でやりますか。これで、エターリと、これはいけるんです。うん。で、テイサと、コウモリ。テイサ接し、いや、どうしよう。テイサはニッサにします。で、コウモリは、これにしますか。で、相手の44がちょっとでかいんだよな。うん。はい。で、これ手掛かりトークン出るから。はい。まあ、次でやったからあれかな、コウモリでミッサをやってもよかったか。そうすると、マナが1なんでね。あ、で、マナじゃない。残りの忠誠度が1だから、コウモリで1回ミッサやれるんだよな。うん、で、何やるのミッサは。パンプアップ。うん、パンプアップだよな。パンプアップでしょうね。うん。いやー、ミッサ2号機もいるしね。さあ、これで、千年ごよみも96だし、ちょっとやばいぞ、これ。さあ、粗暴な聖戦士でアタックしてきた。やるね。ちょっとのどくびでやりますか。これ、のどくびでやっちゃおう。これ。あ、てかあれだね。あ、てかあれだ。これ、あ、ちょっと待ってよ。デルニーがいるんだよね。デルニーがいるってことは、その、ブロックされないよね。332はブロックされない。うん。33にはブロックされない。うん。デルニー、3以上のクリーチャーにはブロックされないね。これで、あ、でもニッサやらずに、ちょっと待てよ。これでデルニー出たら、エラスが2回誘発する ?2 回するね。で、これ右、どうだろう。口封じを、その、ノーマル出しして、いや、待てよ。そうだ。コウモリを、口封じ忍術して、あら、あららら。デルニーがあれか。マナの総量が多いクリーチャープレインゾーカー。そうだね。デルニー、あ、デルニー落ちたけど、エラス2回誘発するんだ。なるほど。デルニー、そうだ。で、残り6点。あれこれもしかするとあれか、ちょっと待てよ。まずミネックスやります。はい。で、ここで回復しとこう。うん。エラスが落ちる前に。で、エラス2号機がいますから。てか、千年ごよみやばいぞ。192になってるし。200か。200になってるし。404、808。3ターンでし、やばいぞ。これ6点だ。これ眠らずの城塞で、まず2削れるでしょ。で、エラスで突、あー、ちょっと待ってよ。これ、ファイネクシアの宣教師で、キッカー払って、まあ、デルニーを手札に戻します。で、エラスを出します。で、ダニでアタック。はぁ、眠らずの城塞。相手あれか、除去はないよね。除去はないんだけど。え、これ勝てるのか？これ、デルニーあるよね。うん、デルニーある。うん。とりあえずエラス出すか。はい。で、宣教師でキッカー払います。はい。デルニーだよね。デルニーにしましょう。はい。で、4まで削れればいいんだよ。いや、除去でデルニーが残ればね。除去がなくてデルニーが残るんだったら、2回誘発します。なんで、デルニーを出した後に眠らずの城塞でアタックすれば、4点は削れるんだよな。だから、ファイユキシャのダニを一旦普通に投資します。ここ残ると、相手ブロックしないと5点になる。うん。あ、てか、これ、コウモリでいいか。うん。コウモリで5点。で、よし。で、エラスで落ちるね。エラスで落ちますね。はい。で、これで、エラスで2体分なんで、4点になります。だから次のターン、ベルニーを出して、ベルニー出しまして、はい。眠らずの城塞でアタックすれば勝ちですね、これ。これ。うわ、やべえ、完全なる統一じゃん。やば。うわ、エラスじゃん。いやー、あー、やばいやばい、あー、やばいやばいやばい、終わった。ちょっと待って。あれ？デルニーと眠らずの城塞で、3マナ、あー。これ勝ちだよね、これね。あれ？あれ？ちょっと待ってよ。あれ？完全、あれ？ちょっと待って。完全なる統一ってさ、あれだよね。対戦相手にもいけるよね、これ。あれー？あれちょっと待って、あ、今さ、あれ、あれ相手さ、今英雄譚出したけどさ、これ英雄譚出さなくて完全なる統一の対象をさ、プレイヤーにできたんじゃないこれ。千年暦で。あれあれ千年暦ってソーサリータイムなんだっけあれ勝ったわ。眠らずの城塞で勝ちました。よし。あれ千年暦。ん